じゃあ緊張の第1試合発表お願いします。第1試合は、日高雄二 VS 瀬戸丸95キロ契約3分3ラウンドになります。ちなみに瀬戸丸選手はどういう選手なんですか？瀬戸丸選手はですね、一応ですね、アマチュアで全日本キックチャンピオンという経歴を持ってまして、で、もっとなんか野球部だったのかな。で、それで、はい、キックボクシングはなんかたまたまそのダイエットのために始めたっぽいんですよ。もともとそのポルトガルの選手になるつもりではなかったんですけど。なるほど。はい、結構あれ、まあ意外とそれでハマっちゃって、はい、なんかここまで来たと。そうですそうです。で結構写真顔見てるんですけど、結構インパクトの強い顔。そうです。まあ坊主にちょっとぽっちゃり体型っていう。はい。結構ダイエットはできてるんですか、筒間選手は。アマチュア全日本チャンピオンになるまでの。あ、すごいですね。はい、ちなみにじゃその対戦相手、日高雄二選手はどうでしょうか。日高選手はですね、もともと柔道のバックボーンがありましてですね。じゃあ、胸毛だけじゃなくて、柔道も上手いとかなんですね。あ、もう柔道はもう本当バックボーンで、はい、だから本当パワーもあるし、で、一回その、はい、胸毛もあるし。そうですね。はい、一回その鹿児島の、去年鹿児島で出た大会で見て、はい、で、一応その、今回、はい、39歳、もう本当、アラフォーになるんですけど、まあ、自分の大会でちょっとデビューしてくれるっていう形で、はい、ちょっと今回、デビュー戦なんですか？デビュー戦なんですよ、もう39歳で、普通だったらもう39って、基本もう、はい、今、選手寿命が伸びてるとはいえ、あんまやってはないんですけど、まあ、やんなかったりはあるんですけど、はい、で、まあ、お互い、激しく、はいまあはい、ぶつかり合う、いいですね、エルプションっていう、エルプション？あ、エルプション。エルプション、エルプション。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 爆発。じゃあ皆さん、男性ホルモン同士の対決、ぜひ楽しんでください。胸毛 VS 影です。